その椅子の中には人が隠れてる。座られて人肌感じる喜びひた果てた。ある日椅子は夫人の屋敷に引き取られ、椅子に座って手紙読む夫人。手紙の主は夫人に恋する椅子の中の男。でもそれはフィクション、男の創作話で、それも疑わしい。今回のお話は、江戸川乱歩、人間椅子。姫なのに落ちくぼんだ部屋住まい、泣き母のシナモンママ母に取られた。挙句にジジイの四面にされかけた。でもイケメン少々奪って妻にした。シンデレラみたいだけどここから違う。少々はママ母に姫をいじめた分の仕返しをした。四コマ文庫、今回のお話は、作者不詳落ちくぼ物語。おなご先生の洋服自転車ハイカラで、島じゃ浮くけど12人の生徒の人気者。いたずら穴ぼこ落ちたり大変。やがて戦争批判タブーなのに、名誉の戦死しないでと生きてと言った。二重視の瞳忘れない、みんなの先生。四コマ文庫、今回のお話は、坪井栄、二重視の瞳。蚊にとって過去までさせられる。だから蚊に光線、日々16時間労働。風呂なく吐きだめ、寝床はしらみまみれ。疲れて休めばリンチで海のゴミ。我慢の限界、すと結構軍艦で連行。それでも負けずに人権求めた。すとして勝った。四コマ文庫、今回のお話は、小林たきじ、カニ光線。憂鬱を抱え街をさまよう若者が、八百屋で一つレモンを買った。手に冷たく嗅いだ香りの幸福感。好きだった本屋に入ると重くて、画集を積んだ上にレモンを置いて店を出た。レモンは爆弾だ、大爆発する空想、憂鬱が吹き飛んだ。四コマ文庫、今回のお話は、梶井元次郎、レモン。チャンネル登録しといてま。小説家と美少女と脚本家、恋する3人、小説家は秘めて、脚本家はプロポーズして撃沈。美少女が好きだったのは、小説家でちゃっかりカップル成立。顛末を小説に、脚本家読んでなく、これもまた友情か。四コマ文庫、今回のお話は、武者の小路実篤、友情。平安時代の変わり者の姫君は、お歯黒塗らず眉毛も抜かず大の毛虫好き。ちゃんとしたら可愛いのになんで変人。男がラブレターをよこしたけど、この世なんて夢幻よと悟ってすかす。縛られず自由に生きた平安のウーマンディープ。四コマ文庫、今回のお話は、作者不詳虫めずる姫君。戦争終わって兵士は闇屋になった。未亡人は出会いに胸膨らませる。人間は堕落する、義士も正常も。生きるは落ちる、人間に戻る。焼け野原で少女は笑う、人間は変わらない。落ち着いて自分を発見し救うのだ。四コマ文庫、今回のお話は、坂口安吾、ダラクロン。理想の女を育てる28歳童貞、15歳の少女に教養学ばせたけど、身につか
だけました。結婚したら浮気と浪費もついてきた。嫌なら出ると脅されじらされ、人生吸い取られ、しつけするはずが服従させられた。なぜか幸せだった。4コマ文庫今回のお話は、谷崎潤一郎、知人の愛。女中だったキヨさんの夢、超かわいい坊ちゃんが家を持ち、また一緒に暮らすこと。江戸っ子坊ちゃん先生になり、松山へ正直すぎて周りとぶつかった。忖度せ先生辞めて東京に戻った。キヨさん喜んで最後の日まで坊ちゃんそばにいた。4コマ文庫今回のお話は、夏目漱石、坊ちゃん。チャンネル登録してほしか。